良い手打ちと悪い手打ち。良い手打ち、まあ悪い手打ちですね。悪い手打ちというのは下半身をほとんど使わないで右手だけで叩きに行くということですね。右手の力だけで打つと。右手は利き手なので、それで打てば飛ぶんだと、まあ、そういうような表現になりがちですけれども、これだとなかなかコントロールが効きませんし、上級者の中には腕を振るということでですね、上級うまくゴルフをなさっている方もいます。そういう方はどのようにしてやっているかというと、足と手を逆に使うようにして腕を使うんですね。ですから一回下半身を使ってから一緒にこのように同調させるのではなく、一回足を使ってその反動で逆にこうツイスト、まあ、でんでん太鼓のような形で逆に足を使うことが重要であります。一回足を使ってから腕を振る。この後に右手を使うなら構いません。足を腰を一回切ってからですね、ツイストの動きを入れてから腕を使う。ここで行ってから腕を振ると、それであれば良い手打ちというふうになります。一度下半身を使う、そこの後に右手を使う、こんな感じですね。鋭く腕が振れます。ですからヘッドスピードはかなり上がりますので、ただ足を使うんではなくて使った後に腕を、その時に右手がこのようにですね、強烈に使うような感覚を強調するプレイヤー結構います。でその後に足を使って腕を振り込んでから最後に下半身を使うと、そうすると足と腕の相乗効果で結果的にスイングが切れ味の鋭いものにこのようになりますので、良い手打ちというのはしっかりと一回このように手だけで振るんじゃなくて、足を使いながらツイストしながら腕を振るというような形になるといいと思います。腕の振りだけで試してみてください。原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、次回見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いいたします。